私が本物の空手の王者です。空手を生かした戦いの中でスピード感と間合いに入るこの素早さ、ぜひ見ていただきたいです。何回かノックダウンを伝統派の試合でもしちゃったことがあるので、それが許される世界に来たので、もう止めなくていいっていうので振り切って当てていこうと思います。あの打撃を見ていただくとあのびっくりされると思います。身長差5センチあります。赤いリストカラーの坂本瑠香161センチ、一方青いリストカラー月井純奈、伝統派空手世界王者156センチ。この5センチという身長差がありますが、お互いにストライカー同士どういった戦いになるんでしょうか。伊沢選手、はい、まあ、このカードは伊沢選手が楽しみにしているカードの一つですね。そうですね、ファーストコンタクト楽しみですね。今ストレートが当たりましたね。月からまずは右のストレートを放っていきました。月を放っていきましたね、はい、やっぱ空手ベースなので、そのスタイルで戦ってますね、そうですね、崩すことなく、はい、もう打撃は空手ベースでやってますね。そうですね、キックボクシングになることなく、まだ空手が残っているような印象ですね、現在 MMA に関しましてはファイターズフローで上田隆夫代表の下でトレーニングを積んでいます。そしてこの動きなんですけれども、堀口教授と同じでこの選手、はい、まさに伝統派空手ですね。そうですね、本当まさにって感じですね、ただお互いキックボクシングだったり空手だったりするんで、寝技どんくらいできるのかなっていうのが気になるところですね、ローキックを放っていったのは坂本ではありますが、
一方の月は少しずつ前に詰めていこうという構えです。そして一歩前に出たのは坂本の方です。バックステップを見せました月です。右の月、月を放っていきました。さあさらに組んだ状態です。ここからがすごい楽しみですね。そうですね、はい、お題ストライカー同士でありません。首の勝負はどうなるんでしょうか。ハーフガードがローとマウントモーションを取ったのはなんと月の方です、やっぱファイターズフローですごい寝技もしっかりやってると思うので、できるんじゃないかなっていうような印象ですね。坂本選手がどこでやってるんですかね。そうですね、今江口道場というところの所属ですよね。さあそして月なんですけれども、おっとこれはリバーサル狙っていこうというところでありますが、しかしトップキープです。しっかりと月が上を取っています。エビしていきたいですね今、抱えないで。松木はですね、やっぱりどういった形でこの自分の有利なポジション、いいポジションに持っていくか、頭を使っていく、そういった今の練習というのが非常に楽しいというふうに本人は話をしています、難しいけれども楽しいんだと話をしています、やっぱその空手で世界取ってる選手なので、すごい伸びが早いと思いますね。やっぱ頭使いながら寝技のポイントとかも抑えるのがすごい上手いと思うので、マートモーションからのパンチを放っていった。まとめていきます。さあここからパンチだ。パンチをラッシュを見せる。坂本に対してます。さらにはなんとバックチョークだ。バックチョークだ。伝統派空手の女王が NHK プロデビュー戦なんとバックチョーク一本勝ち。寝技にちょっと差がありましたね。はい。やっぱ寝技の練習やってるかやってないかですごい差が出てくるので、はい、それが見えた試合だったかなって思いますね。そうですね、はい、勝負というのは難しくて、はい、ワンパターンにはまるとは思っていないと、だからこそフィニッシュのパターンは4パターンぐらい準備しているというふうにですね、月は話をしていたんですよね、そのパターンかもしれませんね。きっとそうだと思いますね、これはもう狙ってましたもんね。もうマウントから殴って振り向いてきたらバックチョークっていうような、流れ作ってたと思うんで、狙ってた流れだったんじゃないかなと思います、この相手が嫌がって背中を抜けたところがチャンスですね、もうすぐ早くセットしに行けたんで、狙ってないとなかなかすぐ動けないんで、狙ってたかなと思います、この月井純奈ですけれども、デビュー戦としてはどうですか。いやすごい堂々とした入場からやっぱりすごくて、で空手トップだと思うので、で組もしっかりやってるのが見えたんで、次が本当に楽しみですね。そうですね、はい、ファイターズフローで練習を積んでいるんですけれども、現在ムエタイキックボクシングの練習に関しましては、昨日試合で勝ちました、ライジンやワンにも参戦している片島聡、の下で、打撃の練習、さらにボクシングも練習していまして、そのボクシングの先生というのが今引退している、日本唯一の、世界5階級制覇王者藤岡直子さんなんですね。そこで練習をしているということですね。貪欲ですね。さあここから先、どういった MMA ファイター人生を見せてくれるんでしょうか。月井純奈、今隣には渡辺香奈、世界で戦う渡辺香奈の姿もありました。月井純奈がリアネイキッドチョークによりまして坂本瑠香から一本勝ちを収めています。